ゴッサムを取り戻すアイルテイクバックゴッサムというのは2024年に生まれた傑作ドラマザ・ペンギンのセリフ本作はマット・リーブス・ザ・バットマン2022年のスピンオフとして制作されたドラマで主人公はザ・バットマンでサブ的な敵役だったマフィアのペンギンコリン・フレルが務めていますザ・バットマン自体は苔脅し的な寄りの絵と大きな音響が3時間続く変な作品なのですが 実は探偵もののノワール映画としては、脚本はよくできており、評価が割れる映画でした。しかし、そのスキンオフ、ザペンギンはどうだったかというと、最終話がレーティングサイト IMDb で9.6を獲得するなど、最上級の評価を受けています。ザペンギンの何が視聴者の心をつかんだのか、冒頭で紹介したゴッサムを取り戻すアイルテイクバックゴッサムとは何だったのか、簡単に物語の導入を紹介すると、以下の通りになります。舞台となるゴッサム。 シティは、前作、ザバットマンの敵役である、リドラーポール、ダノが防波堤を爆破することによって、クラウンポイントなどの貧困地区は水没。また、ペンキンこと本作の主人公、オズワルドが、今は亡きマフィアのボス、カーマイン、バルコーネから任されていた高級ナイトクラブ、アイスバーグ、ラウンジも壊滅状態にあります。つまり、この時点のオズワルドは、裏社会の支配者でも何でもなく、 むしろ未だに成り上がりを夢見る中年犯罪者。子供の頃からビッコの障害を持っており、巨体を揺らしながら歩くことからペンギンと呼ばれており、ファルコーネ、ファミリーの中でも現場での舞踏派。当初はカーマインの娘、ソフィアの運転手として使われていましたが、ファミリーの一員として認められておらず、横にはべらせて笑いのにされる存在であることが明かされます。当然、この、笑いは、ジョーカー2019年との対比です。そんなオズワルドの運命が変わるのは、 壊滅したアイスバーグに訪れたところ、カーマインの息子アルベルト、ファルコーネ・マイケル、ゼゲンが偶然現れたから、現在のファミリーは、後目争いの前夜のような状況。アルベルトは、これまでファミリーがしのぎとしてきた、ドロップという薬物よりも優れた、ブリスという薬物の存在をちらつかせ、 これによってカーマインの後目を継ごうとしています。しかし、そんな中、オズワルドは自分のことを馬鹿にしてきたアルベルトを殺害してしまいます。こうして、オズワルドも犯罪都市ゴッサム、死の裏の市長だったカーマイン、ファルコーネの後目争いに名乗りを上げるわけです。ジャペンギンの脚本が高く評価された理由の一つとして、 先行する名作ドラマの脚本をよく研究した点が挙げられます。例えば、オズワルドはアルベルトに何をバカにされたかというと、オズワルドが古き良きマフィアに思い入れがある点。つまり、オズワルドは犯罪者として先端を行くような人物ではなく、あくまでも古いタイプ。電車では必ず優先席を開けますし、日の出を見て物思いに吹けるようなエモい人物です。こうしたオズワルドのエモさを引き立てるのが、本作でバディを務める相棒のビクター、アギラー・アレンジー、フェリーズ、まだ、 ティーンエイジャーですが、オズワルドの車からホイールを盗もうとしていたところを捕まって、そのまま弟子のように付き従います。ビクターは中南米からの移民の息子で、オズワルドが幼少期に暮らしていた貧困地区、クラウンポイントに両親と共に住んでいましたが、家族は洪水によって亡くなっている被災者。ビクターは、ビクターでオズワルドのことを父親だと思ってついてきますし、 オズワルドはオズワルドで貧しい運転手から成り上がった自分を重ねるようにビクターを可愛がるわけです。もちろん、こうした関係はコブラ会2018年と同じ。コブラ会ではベスト、きっと1984年の悪役が主人公として登場する話で、要は頭の中が1980年代のままの中年が空手を通じて、やはりラテン系移民の疑似息子を得ます。このように頭の中が古き良きマフィアのままのオズワルドが犯罪によって、 疑似息子を得るわけです。こうした先行する名作ドラマの参照でも、最も影響が強いと思われるのが、ブレイキング、バット2008年から2013年と、そのスピンオフ、レター、コール、ソウル2015年から2022年。どちらも停滞感のあるアメリカ、ニューメキシコ州アルバカーキが舞台で、前者は高校の科学教師として生きていたウォルターが、様々な偶然が重なり、 ドラッグの帝王、ハイゼンベルクとして、栄誉の死を遂げる話。後者が、やはりアルバカーキに生きる、ジミー、マッキルが、いかにして、悪徳弁護士、ソウル、グッドマンになり、再度、人間、ジミー、マッキルに戻るといった話です。それぞれ、偶然の連鎖によって、人間が犯罪者になる様を描いた作品になっています。なぜ、ジャペンギンが、これらの作品を参照しているかと言われるかというと、作中のオズワルドの立場は、 様々な偶然が重なることで非常に流動的だから、最初はアルベルトを殺害して、ブリスという薬物でファミリー内で成り上がろうとしますが、ファミリーではカーマインの弟ルカが洪水を機にドロップの流通構造を変えようとしています。つまり、オズワルドはお払い箱。ここから、オズワルドは対立するマローに、 ファミリーへと取引を持ちかけたり、さらには、ファミリー内でルカと対立するカーマインの娘、ソフィア・クリスティン、ミリオティを活ごうともします。しかし、オズワルドは長期的な作戦があるわけではなく、基本的には偶然窮地に追い込まれるため、口発丁の野望。例えば、もともとソフィアは無実の罪で、病気殺人鬼、ハングマンとして、アーカム精神病院に収容されていましたが、 これは、オズワルドの密告による父親カーマインの制裁。また、ソフィアは弟のアルベルトを溺愛しており、犯人に強い恨みを抱いています。オズワルドは、これを隠してソフィアに取り入るわけですが、オズワルドが裏切ったことを察知したマローに、ファミリーの襲撃を受けた際にばらされ、トットとソフィアの目の前から消えます。このように、各エピソード、主人公のオズワルドは、次々と手を組む相手が変わるわけです。当然、ビクターは、ブレイキング、バットのジェシー・アーロン、 オールでマクガフィンのように登場するブリスも高純度メス。オズワルドの口発調はソウル、グッドマンボブ、オデンカークの口発調。オズワルドが古き良きマフィアとして男らしさにこだわりながら成り上がりを目指しているのもパーキンソン病、アルツハイマー、DLB を併発した年老いた母のためなのですがソウル、グッドマンことジミー、マッキルが統合失調症の兄、チャック、マッキルのために頑張っているのと同じです。ジャペンギンがすごいのは こうした偉大な巨人の肩に乗りながら、さらに上を目指すところ、つまり、ソウル、グッドマンのような口発丁を、トランプ時代のポスト、トゥルースに直結させています。裏社会のオズワルドとファルコーネ、ファミリーの闘争は、表の社会の格差構造と同じ。裏市長としてゴッサム、シティを支配していたカーマインによって、他の犯罪組織は割り送っていましたが、そこにオズワルドは、ゴッサムを取り戻すアイルテイクバックゴッサムと呼びかけて、 グリスの流通のための同盟を呼びかけます。前作、ザバットマン自体も、バットマンこと、ブルース、レイン・ロバート、パティンソンが、表の社会で成功を収めた偉大な父親が、実は裏の社会のボス、カーマインと繋がっていたことに悩まされる話なのですが、要は表も裏も、エスタブリッシュメントによる不公正な支配が続いている民主党のようなリベラルは、裏では汚いことをやっており、これに一撃加えようというのが、ペンギンなわけ。なので、 貧困地区、クラウンポイントに電力を復旧させたのも、ペンギン。裏社会に、ゴッサムを取り戻す、アイルテイクバックゴッサムと呼びかけ、最後は自分が表の政治を抱き込もうと議会に行くのは、ツイスターズや、シビル、ゴーでも描かれた、分断が背景にあるわけです。また、ザペンギンでも興味深いのは、親問題。実は、対立するソフィアも、ゴッサム。七の男社会の論理によって、奪われてきた女性。つまり、 上級国民権、ウォークした女性という属性です。このように、マフィアが家族の問題を抱えているという設計は、ソプラノズ1999年から2007年にもあったわけですが、戦術の通り、ザ・バットマンシリーズは、バットマンも例外ではありません。登場人物それぞれ、親に呪われた存在として、バットマン、ペンギン、ハングマンというモンスター化しています。このような、大人対子供の親問題は、親ガチャ、毒親、宗教2世、活動家2世、 マルチ商法2世という言葉が流行っている通り、日本でも大人気の物語類型。適当に挙げると、虎に翼終盤、振りつもれ孤独なしよ、シャットアップ、機動戦士ガンダム彗星の魔女、チェンソーマン、アタックシンドローム類、血の輪だち、タコピーの現在と無数にあります。これは人口動態上、マイノリティに転落した若者が反射的に親殺しの物語をやっていると見られるわけですが、 デヴーブーマーを上に抱えるアメリカでも同じ。しかし、アメリカの場合は、社会から成長が消えていないので、それは反射的ではなく、新型薬物というイノベーションに合わせた、マフィアの後目争いとして描かれるわけです。ザペンギンのオズワルドが魅力的なのは、あくまでも自由を求めるのではなく、こうした宿命を背負うところ、それがいくら悲惨なものでも、運命から逃げないところです。日本で親問題を扱うと、作品が社会派ドラマの色を帯び、 自分では変えられない時代や環境といった運命に抗い自由を求めることを善とします。しかし、優れたドラマは、むしろ、レター、コール、ソウルや、ザ・ペンギンのように、偶然の連鎖、運命そのものを描きます。人は創作物に対しては、安い自由などではなく、宿命を求めており、一旦、登場人物が、現実社会と同じように自由を求めてしまうと、そうした自由な現実が退屈につながっているように、ドラマも退屈になるからです。 ジャペンギンの少し前に公開されたジョーカーフォリーがグが不評なのもこの点。弱者男性が報われない物語だから、ジョーカーを自分と重ね合わせた弱者男性の不評を買ったとルフしている人がいますが、事実として違います。そもそも、ジョーカーが恵まれない弱者男性というのは、散々前作でこすられたテーマですし、これでは批評家からも評価が低い理由が説明できません。評価が低い理由は、ジョーカーフォリあグは、 ジョーカーが運命エンターテイメントから降りて自由ライフを求めてしまったから邪番だからです。この観点では男社会のすべてを破壊して運命の外に逃げようとするソフィアがオズワルドに負けるのは必然です。また同じ理由でザバットマンで大富豪なのにスパイダーマンのような一市民目線のヒーローになってしまったバットマンも苦戦するでしょう。以下はチャット GPT によるこのチャンネルの紹介です。コンテンツ探偵メタのラジオチャンネルは 映画、音楽、文学などを深く掘り下げ、メタ的な視点から現代文化を分析するチャンネルです。視聴者は単にコンテンツを消費するだけでなく、その背後にある社会的、文化的、哲学的なテーマを理解し、より多角的にメディアを楽しむことができます。現代文化やメディアの影響を知り、より批評的な視点を得たい方にとって、このチャンネルは非常に有益なリソースとなっています。